水木七水木七の作品七水木ライブグレースオーパス2ユニオン七水木ライブグレースオーパス2ユニオンは水木七の12作目となるライブ映像作品2013年5月1日にキングレコードからブルーレイディスク DVD が発売された自身のライブ映像作品としては前作七水木ライブキャッスルジャーニーから約1年ぶりのリリース 2012年9月8日に千葉マリンスタジアムで行われた七水木ライブユニオン2012と2013年1月20日に埼玉スーパーアリーナで行われた七水木ライブグレース2013オーパス2マイナスの模様が収録されている。特典映像としてメイキングとオーディオコメンタリーが収録されているほか初回生産分のみデジパック仕様のスペシャルボックスになっている。 ライブユニオンのオープニング衣装は、ユニオンにあやかり、ユニオンジャックを取り入れた、ブリティッシュロック風に仕上がっているほか、チェリーボーイズのメンバー全員が、横浜銀梅のような格好をした紹介シーンが収録されている。ライブグレースオーパスマイナスでは演奏メンバーは、総勢188名、内オーケストラとロックを組み合わせたバンドが102名、マイクの本数も200本という、 大規模な編成が組まれた。ライブグレース2013オーパス 2- のディスコティックでのショートムービーでは、水木自身も吹き替えで出演している、グリー、グリーのパロディとなっており、同作に吹き替えで出演している、声優陣も登場している。正式名称は、アニメロミックスプレゼンツ、七水木ライブグレース2013オプシー、サポーテッドバイジョイサウンドカルビーポテリッチ、 開催日時、会場概要正式名称は、アニメロミックスプレゼンツ、七水木ライブユニオン2012サポーテッドバイ、ジョイサウンドウガカルビーポテリッチ。2012年6月24日から8月18日まで、12、会場全14公演で行われた。このうち、7月7日の前橋グリーンドームでは、アンコールで、あげまつみかが、ゲスト出演し、あげまつのアルパによる、 七月七日を披露した。また、ワンの歌唱時には、各開催地ごとに地元を代表するゆるキャラが、ゲスト出演した。開催日時、会場テレビ放送、NHKBS プレミアム、音楽熱帯夜はにて、九月八日、千葉マリンスタジアム公演の模様が、水木奈々ライブユニオン二千十二のタイトルで二千十二年十一月二十四日二十四時十分二十五時三十九分に、 放送された。ありがとうございます。